今はですね、宇都宮の駅前にいます。まあこの宇都宮、さすが餃子が有名なだけあっていっぱいお店があるんです。調べても調べてもね、まあ、どこに行ったらいいかちょっと分かんないんで、条件として駅から近くて美味しそうな店、まあこの美味しそうなっていうところはね、非常に曖昧なんですけどもね、まあなんとなくふわっとした世界で決めました。さあ、言わずと知れた餃子の街宇都宮、そんな餃子本場の街で餃子を食べようと思ったら、あいにくの天気、雨。駅から近い人気店は行列。さあどうする。さあ、駅から近くて雨に濡れない人気店、しかも美味しい、そんなお店があったんです。まず向かった場所は駅のすぐ目の前、ホテルメッツ宇都宮。このホテルメッツ宇都宮はいわゆる駅ビルとホテルが一緒になったような場所なんです。そんな駅ビルの入り口の看板見てみると、ほらほらあるでしょ、餃子のお店。さあエスカレーターで3階へ上がると、昭和33年創業の餃子専門店宇都宮みんみんがありました。僕自身宇都宮で餃子を食べるのは初めてなんですけれども、この宇都宮みんみんという名前、どっかで聞いたことあるような名前なんですね。それほど知名度があるっていうことなんでしょうか。この人気店、お昼時からちょっとずれた時間帯だったからでしょうか、並ばず入店ができました。さあこちらが注文した品、オーソドックスに焼き餃子とライス、ライスにはおしんこ付き、それから水餃子、さらにさらに揚げ餃子も頼んじゃいました。焼き、水、揚げ、贅沢、豪華に3種類頼んじゃいました。さあまずは焼き餃子から食べたいと思います。するとふむふむ、癖のない焼き餃子って感じですね。非常にスマートな餃子の味なんですけども、この皮がパリッとしたところが特徴的だと思うんです。皮パリなんです。さて僕の好きな餃子の食べ方、それは餃子をタレにつける、そしてご飯の上にのせる、そのタレがご飯にちょっと染み込んでご飯をそこに口の中へかき込むというね、食べ方、これ美味しいんですけどね。これご飯が美味しかったです。こういうとこご飯ちょっと手抜いてたりするんですけど、そんなことないんです。さあこの餃子、ニンニクを豊富に使用しているらしいんですけど、全く匂わないんです。そして中見ました、すると野菜がたっぷり、これ白菜でしたよ。さあ続いては水餃子いきたいと思います。僕この水餃子って大好きなんですけど、まあお店によっていろいろ食べ方があるらしくて、ここはですね、というよりも宇都宮の水餃子って、この丼の中に直接味付けするらしいんですね、ラー油とか醤油入れて。ただこの餃子本来の味、味わいたかったんで、ちょっとそのまま食べてみます。するとですね、これプリッとした食感、わかりますかね、この映像でつるっとした感じのプリッとした感じ、これがとっても特徴的でした。これね、このまま食べても結構美味しいです。そしてタレにつけてももちろん美味しかったです。というかですね、焼きにしろ水にしろ、タレにつけるとタレの味がしちゃうんですよね。当たり前なんですけど、だから最初はそのまま食べるってことをよくやるんですけど。さあ続いては揚げ餃子いきます。するとこの揚げ餃子、まあ油で揚げているんで当たり前なんですけど、バリッバリ、もう揚がり方バリッバリなんです。まあそれはいいんですけど、僕自身ですね、この揚げ餃子、それから揚げシューマイ、揚げ春巻き、まあいろいろあるんですけどね、ギリギリ揚げ春巻きぐらいが好きなのかなと思いました。っていうのはですね、ちょっとね、油がね、うわーってもう油が強い強い強いなんかね、油の味しかしないって言ったら悪口っぽく聞こえちゃうんだけどね、ギリギリ揚げ春巻きぐらいが好きなのかな、改めて思いました。うん、そしてね、この揚げ餃子にライス、これ結構強烈インパクト、この揚げ餃子にはビールがいいと思います。うん、そんなことを目まぐるしく考えながらですね、焼き餃子食べて、水餃子食べて、揚げ餃子食べてっていう、こういうローテーションでね、食べているんです。やったやった、宇都宮の餃子、念願の宇都宮の餃子食べることができました。嬉しいだわこれは。さあ残りあとちょっと、後半食べる。
最後の一口は焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、この3種類の中で僕が一番美味しいと思った水餃子で口の中を締めました。そう、締め水餃子、大変満足、美味しくいただきました。餃馬宇都宮みんみん、まあ美味しかったですね。お昼時っていうこともあったのかな。いや、まあそんなこと言ったら失礼かな。まあ普通にね、美味しかったです。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、一つの皿に対して6個入ってたからサブ6、18、18個も食べちゃいました。というよりね、餃子ってまずい店ってあるのかね。なんかあんま聞いたことないんだけど、まあ普通に美味しいよりもっとさらにうまい店ってあるのかね。探すとね、究極の餃子とか、いやー、まあどこで食っても餃子に関してはね、まあ大体美味しいなって思っちゃうんでね、まあ駅近で、僕のようなね、通りすがりの客がサクッと食べるような人に関してはね、今日行った宇都宮みんみんいいんじゃないかなと思います。最後これいきます。いただきます。あ、うめえ。久々新派なんだろう、うめえわこれ。ほら、やっぱり餃子にビールって相性いいじゃん、つきものじゃん。まあだったら店で飲めって話なんだけど、ちょっとね、店で飲めなかったんでね。餃子にビール、とっても美味しいんですけどね、お店で飲めなかったのは自分のお腹の都合です。それでは最後に一言いきます。はい、餃子の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。じゃあ東京帰るか。さあ今回の振り返りです。宇都宮みんみんホテルメッツ店、駅地下でとっても便利だったんですが、このお店の向かいに宇都宮みんみんステーションバル店、なんと同じ系列のお店があったんです。これ何が違うかというと、ステーションバル店は焼き水の2種類しかないのに対して、メッツ店は揚げ餃子もあるというところ。さらにおつまみを楽しむなステーションバル店がいいんじゃないかと思うんです。さらにメッツ店は昔やっていたジャジャ麺が1日限定25食であるというところ、今度はこれかな。登録。